国連大学の学長で国連事務次長のチリツイ・マルワラさんが、奈良市の奈良教育大学で特別講演を行いました。国連大学は、国連と加盟国が関心を寄せる緊急性の高い地球規模課題の解決に取り組むために、1975年に研究活動を開始しました。 昨日は2023年に学長に就任した南アフリカ共和国出身のチリツィ・丸原学長が AI と SDGs をテーマに講演しました AI ・人工知能の研究に携わってきた丸原さんは平和・安全保障・気候変動などの問題は次世代への教育により解決が可能だと指摘しました そして AI のメリットとリスクを説明した上で教育にうまく取り入れることで個々の能力に合った学習が実現できるなどと話しましたそして AI を活用した教育により平和を実現したいなどと自身の経験を踏まえ訴えました